はい、どうもこんにちは、シリカブです。アイスステーション Z のスイッチ版を、かなり久しぶりになりますけどやっていこうと思います。まあ、今回はちょっとねマルチプレイでやっていこうと思います。うわ、久しぶりやな。このマルチは2回目かな。1回目がもうだいぶ前やぞこれ。あ、なんか持っとるな。PC 版はもうね、ちなみに1回しかしてないな。まあ続きからやから、水が 33%、食事が 45%、ちょっと厳しいな。あ、でも充電はあるんか。充電はある。すいません、カバンがないと、入らんな。とりあえず物資を集めるか。うん。物資集めて、まあ、武器は持ってた方がいいぜ。武器は1個は持ってた方がいいぜ。カバン欲しいな、これ。あんま入らんな。ちょっと体力回復するか。これみんないるのかい？おーっとっと。これも仲間になったままなんかね。これ、手あげたらなんか、お、え、あ、みんないるね。あ、出てきた。名前が出てきたってことは仲間やね。よし、みんな仲間になった。ゾンビおるな。うわ、ゾンビおる。大丈夫か？白菜くん大丈夫か？これ家の中入るしかないぜ。それか伏せるか。死んだか？大丈夫か？何やかんやったら8日目。おめでとう。8日目だ。うお？ここゾンビだらけ。どうにかして、この世界から、この世界から逃げ出したいよね。生き残りたい。なぜこれみんなゾンビになっちまったか。それ原因はわからんけど、とりあえず生き残ってみんなでこれ、逃げ出さないか。そのためにも、物資を集めないといけないな。ちょっと集め、どんどん集めていくか。今、左下なんで、マップは左下なんで、このちょっと右上行くか。ゾンビがうざいな。弾がないぜ、もう。こっちでいいのか、果たして。あ、ゾンビ来よう。やばいな。おーっと。あぶねえ。早速移動が大変や、これ。こっちじゃない、しかも。方向こっちや、逆や。ぐるぐる回るやろ。みんな、匍匐前進で、中央を目指す。中央が比較的大きい建物で、物資が多いんで。できれば、まあ、ヘリコプターみんなで乗れたらいいな。ヘリコプター乗るためには部品を3つ集めないといけない。それとガソリンを。燃料と、なんか歯車みたいな。で、ヘリコプター乗れるっていうことは、もう生き残れたみたいなもんよ。ヘリコプターを入手が多分クリアみたいなもんよ。なんかゾンビがやっぱこれマルチの時増えるんかな。なんか多く感じる。うわ、近くに。まあもともとね、このゾンビも隊員やったと思うけ。なんでこれゾンビになったのか。これね、謎が多いよね。ただ UFO があるんよね。UFO ってことは宇宙から。宇宙から。
宇宙から何か来たんやろうな。ということは宇宙人もおるはずない。うん、どこかに宇宙人がひょっとしたらおるかもしれん。はいはい。うわ、白菜くん、誰やろ、もう一人のとこ行きよう。うわ、さらに今度はこっちか。うわ、飽きる。うわ、またぐるぐる回るよ。食料誰も持ってないよね。水が4パーと、俺、もう死ぬぞ、俺。水が4パーと食料が26パーや、俺。あ、クロスボウある？あ。なんだこれ。エンジンや。これ誰か頼む。これをあと2つ集めたら、ヘリコプター。だけど、あんなとこ落ちとるんだ。とりあえず、中央来たぜ。これで、ちょっと中央、まず最初の目標はこれでクリアや。ここでまず物資を調達しよう。結構慣れるまでにさ、操作に癖があるやろ、これ。そうだね。ね、結構操作にね、癖があるけど、慣れたらね、このコントローラーでやる分はね、結構、やりやすいんで。トイレもこれリアルやな。思いのほか物資の脇は悪いか。ほんで、いい？みんなお腹空いてない？お、ありがとう。ほいじゃ。包帯とか抗生物質です。あとベッド。ミニゲームをする場合はベッドで。うわ、やばいな。枝豆タンクは15%か、ハートが。これ一番大事やもんな。ベッドはあるはず、ここ。ベッドをちょっと探そう。あ、出たな。このミニゲームがまた難しいよね。あら、なんかちょっと難しくなったかな、久しぶりしたら。ちょっとシビアになったな。まあ、気のせいかもしれんけど。なんかえらい難しくなったな、ベッドが。よし、これで温まろう。罠はね、ゾンビに、これ大体熊用の多分罠ないね、元が。熊用の罠やけど、ゾンビにや、あの、できる。ただ人間も引っかかるけ、これ。あとは食料と水やな、これ。思いのほか物資が。どんどん、これ、ある程度ね、このゲームね、物資がある程度集まるまでがね、難しいんだよね。まあまあ、サバイバーゲーム全般が言えることかもしれんけど、集まるまでがこの、なんていうか、どんどんやっぱ減りが早かったりするんで、これ、おお、走ってきよう、いきなりゾンビが。今、ゾンビを、撃て、呼べ。やばい、ゾンビが走ってきた。もうゾンビ、増えたかな？いや、急に走ってきたぞ。ただ意外とこれ時間経つの結構早いな。もう30分経っとるぞ、これ。早い。ここ2回上がったよな。あ、俺、やばいわ、これ。あと19。枝豆くんは？の、やべえ。俺と枝豆くんがちょっとやばいな。俺と枝豆くんがやられちゃうぞ、これ。ダウンしちゃうぞ。
右前。僕の右前がゾンビ。木のとこにおるわ。あともう少しで建物があるはず。ん？気づかれたわ。どっち？え、どっから？あ、枝豆くんとこ向かっていってます。うわ、今度、俺らのとこ。枝豆くんの一応近くにいる。なんとか建物に入りたい。あともう少し。ただなんかこの辺でなんかゾンビ、えらい、叫んでるな。よーし。一応マップで確かめて。まず目的地来た。14%。包帯かなんかないか。一応ベッドはある。ハンドガンの大型の弾、ハンドガン持ってる人にいいかもしれない。ハンドガンの大型の弾。お。3%しかないか。やばいな。ベッドはあるけど、ここ。ちょ、22%まで。もう一個建物がある。ダブルバレルショットガンがあるわ。これ威力あるよ。これ俺、どうしようかな。拾っとこうかな、一応。お、いや、ナイス。結構回復したね。ここもハンドガンの弾がある。ハンドガン使う人には、いいね。ここは、またベッドがある。一応 25%。いや、これ違うな。反対やな。海があるもんな。ということは逆か。こっち側。ある程度ね、カバン広げて、カバン拡張の、っていうかいいカバン拾って、回復とか集まってきたら、だいぶ生き残れるんだよな。今、ハート 31%、食料 66%、水 67%。あら、こっちも水、海やな。果たしてどっちが正解なんだ、これ。あ、飛行機。飛行機の落としたよね。え？飛行機の音がした。けど暗いけわかんない。方向がわからん。お？誰にやった？ゾンビやった。どんまい。死んだ？ダウン？ダウンした。どんまい。また飛行機だ。飛行機、ちょっと暗くてわかんない。え、枝豆くんは、どこまで、結構遠いのかな？遠いか。離れてしまったか。